にも性格があって、和風の大事にアンダーボールの性格をしている。この子はマイペースなドンピリな性格をしていて、いつも遊ぶのが好きなんですが、実は見えて臆病でちょっとビビってます。てるね。川で漁をしますから、漁の時にその川の縄張りに入ったら、やっぱりそこでガブってやられる。で、肉食じゃないんで、人は食べはしないんですけど、攻撃性がすごいです。オス同士の抗争もものすごく激しいです。ただこの子たちは女の子なんで。桃子って言ってもうすぐ23歳。桃子は空と言ってもうすぐ7歳。美味しいよ、美味しい。明後日ね。